皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。12月8日、旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップは、新会社、スタートエンターテインメント、スタートエンターテインメントの立ち上げを発表した。スタート社の代表取締役 CEO に就任したのは、ノン、ノーネンレナ、30のマネジメントを担当する、 株式会社スピーディの福田淳氏58福田氏は12月9日配信の経済メディアニューズピックスの1時間インタビューに応じ事務所の今後や世間から向けられる懸念の声などについて多く語ったしかし同インタビュー中に福田氏が活動休止中の嵐大野氏、四43の所在地 を明らかににししたことに批判のの声が噴出しているのだ福田氏はインタビューで木村拓哉さん51など旧ジャニーズの所属タレントと面談を行っていることを話していましたそこで聞き手が活動休止中の大野さんと面談したのかを尋ねたところ福田氏は大野さんが宮古島にいることを語ったんです女性誌ライター 福田氏は大野のことを聞かれ、宮古島に行かれているということで、タイミング見てお会いします。と、大野が宮古島にいることを、公言、したのだ。これまでも複数メディアで、大野智が沖縄、宮古島にいる、同地でリゾートホテル経営に取り組んでいる、アトリエを完成させた、などと、報じられてきました。 現地での目撃情報もあるため、大野さんが宮古島にいるのはほぼ間違いないと言われてきましたが、これまで事務所は公式に明らかにはしていなかった。当然ですが、所属タレントの居場所を明かす事務所はありませんよね。しかし今回、それを社長である福田氏が公のメディアに語ってしまった。しかも、大野さんは活動休止中で休養中。 そのタレントの所在地をあっさりバラすこの福田氏の軽率な発言に、批判の声が殺到しているんです。全道。福田氏の発言は嵐、大野のファンの間で問題視され、社長になる人が活動休止中の所属タレントの今を普通言う。ありえない社長になるんだったら最低限のモラル持ってほしい。いい迷惑すぎる。 どこの世界に社員のプライベートベラベラしゃべる社長がいるんだよ。といった批判の声が SNS に殺到しているのである。そしてこの福田氏の発言がきっかけでいよいよ大野のが完全引退を決めるかもという懸念も大野さんは芸能活動で疲れて本当は完全に芸能界を引退するつもりだったと言いますからね。 事務所や嵐メンバーが説得して、とりあえずの落としどころとして、活動休止の形になったと。嵐は11月3日から25周年のアニバーサリーイヤーに突入していますが、大野さんが首を縦に振らず、25周年の稼働が絶望的なこともすでに報じられています。加えて、嵐はグループ全員が仲が良いのは知られていますが、 大野さんとリアルに連絡を取っていいるのは二宮和成さん40ぐらいとも言われていますそしてその二宮さんも独立そのため大野さんが旧ジャニーズ事務所に残る意味はなくなってきていると言われていますねワイドショー関係者そんな状況で福田新社長が大野の宮古島生活を脅かすような発言をしてしまったとも考えられるわけで 今まで黙って見てたけど大野くんのことペラペラ喋ってんの普通にやばくね。嵐復活どころか大野くんやめるんじゃない。こっちは望み薄いかもだけど、大野くんの帰りを待ち望んでるのに、現在地を勝手にバラす社長がいるところに戻ろうなんて誰も思わなくない。大野くん、逃げていいよ福田純から。 購入されていない場所という個人情報を勝手にバラす福田淳についていく必要は一切ないそんな声が多く寄せられている福田氏は12月9日に行われた報道陣の取材に僕はただ経営をする人とも発言タレントへの向き合い方はスタート社の COO 最高執行責任者に就任する井ノ原快彦 46にお願いする旨を明かしていた福田氏は同日に配信された「文春オンライン」のインタビューでも井ノ原は経営福田氏はタレント要請がわからないためお互いに役割分担をしていると話している井ノ原さんがいるとはいえタレントへの向き合い方が分かっていないと明かしている福田氏が CEO に就任し さらに宮古島居住までばらされた、と。大野さんが福田氏やスタート社に不信感を抱いていてもおかしくないでしょうね。大野さんが、辞める、時は、当然、嵐からも脱退となるわけで、そうなれば嵐は解散となるでしょう。常々、嵐メンバーは、5人でないと活動はしない、と明言していますからね。迂かつな発言はしないで、 と井ノ原はは思っていいるのではないでなしょうか前室のワイドショー関係者ファンの間でも無理に復帰しなくてよいという声も増え始めている大野福田新社長の発言は完全引退の後押しになってしまうのだろうか嵐の公式アカウントは活動休止後もメンバーの誕生日を必ず祝福しているどこで思いますか コメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。